ジェームズ・バートンジェームズ・バートンはアメリカのギタリストルイジアナ州の民伝の生まれローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第20位2011年の改訂版では第19位幼い頃からギターに触れルイジアナヘイライドを目指すようになる10代中頃からプロのギタリストとして活動を始め1957年に デール・ホーキンスが発表した、数 g ジ級で一躍注目される。この時、まだ18歳であった。特徴的なギターリフもジェームズが考えたもので、ほとんどの部分をバートンが作曲したと言っても良い。その後、ボブ・ルーマンと組んだが、その公演で、リッキー・ネルソンの目に留まり、ネルソンのバンドで活躍する。ネルソン宅に1年間ほど居候をしたこともあるほど、 個人的にも仲が良かったが、次第に、ネルソンばっかりは嫌だとして、バンドを脱退。その代わりに、ジョーズ・ボーンを公認として紹介した。その後、エルビス・プレスリーの TCB バンドリーダーに任命され、1969年から1977年までの、エルビスのステージのリードギターを務めた。エルビスはジェームズに、他のメンバーの人選も任せたため、ジェームズは、セッション仲間で、ただし、 1969年のステージでは、ピアノは、ラリー・マホーバラックだった。エルビスからは、最もすごいギタリストの一人と評されている。t c b バンドは、ステージ専用であったが、ジェームズのみ、スタジオ録音にも参加した。このエルビス中心の活動の合間に、ジョニー・ミッチェルの、バラに送る、グラム・パーソンズの、GP 及び、クリーバス・エンジェルといった作品へのセッション参加などの、仕事をした。 エルビスとスタジオに行った時、バートンはフェンダー社が使って欲しいと送ってきたギターを開封していた。その中にジョージ・ハリスンが使ったことで有名なオールローズテレキャスターがあった。ジェームズは重くて音も気に入らなかったが、エルビスがそれを見てすごく立派なギターだなと感心した。ジェームズが手渡すと、エルビスもあまりの重さに驚愕したという。ジェームズはフェンダーに断ると、 エルビスに進呈すると言ったが、エルビスもこれを断った。さらにチップ・ヤングに譲ろうとしたが、チップもこれを断った。エルビスの死後は、ジョン・デンバーやエルビス・コステロ等と組んで活動した。現在でも、エルビス・イン・コンサートで、エルビスの歌に合わせて70年のオリジナルメンバーたちと演奏を続けている。現在、バートンが使用しているのは3ピックアップのジェームズ・バートンテレキャスターである。 一般のテレキャスターと違い、リアピックアップはブリッジプレートにマウントされず、すべてボディに直接取り付けられている。そのため、ブリッジプレートはオリジナルの形状となっており、ピックアップは金属製ではなく樹脂製のカバーが取り付けられている。ブラックゴールドペイズリー、ファイヤーペイズリーなど、ペイズリー柄を奇抜にアレンジした塗装である。ボディにはスワンプアッシュ、ありがとうございます。